もうやめましょうよ。ちょっといいスパイク買ったからって、次の日に無謀なパスいっぱい挑戦するの。もうやめましょうよ。チームメイト引いてるじゃないですか。君か、怖かった。皆さん、おはようございます。畠山です。ということで、本日は九州に再挑戦。ちょっと前回は大雪の影響がありまして、九州に行くことができなかったんですけれども、今日こそはね、移動できるんじゃないかということで、何としてでも駅員さんに訴えかけていきたいと思います。冗談です。冗談よ、冗談。朝練に行って、体を動かして準備してから、行きたいと思います。それでは今日一日、スタート。今日こそは、いい朝を迎えて、九州に移動したいということで、朝の状況を見ていきたいと思います。それでは行きます。3、2、1。いや、わからん。情報が少なすぎるよ。ちょっと待って。怪しい。寒すぎるってちょっと。冷凍庫に入ってる食材たちの気持ちってこんな感じなんだっていう。今疑似体験させてもらってます。よし。うわぁ。気持ちいい。このあったかいお湯が最高。これね、友人たちから、買ってもらったこの、髭剃り。やっぱね、髪型が俺の闘志を表してるって言っても、ほんと過言じゃない。髪型気合入ってないなっていう時は大体気合入ってないです。あ、ちょっとごめんなさい。今なしで。ごめん、なしで。すいません。なしで。今日の俺も完璧だ。練習参加前、最後のね、練習、気合入れてやっていきたいと思います。いってきます。おいおい、ちょっと待ってくれ。どえらいこと起きてるぞ、これ。取り物で頑張ります。サビコーチや。練習切り上げて帰ってきました。ここからちょっとね、動いてるか分かんないんですけど、ちょっともう行ってみるしかないから、とりあえず行ってみます。はい、荷物まとまったんで、向かっていきたいと思います。この先インターチェンジより北陸自動車道に入り、松任海浜公園。携帯電話のご使用につきましては電源を切るかマナーモードに設定の13度目、各バスで停車してまいってます。で、途中、北陸道
ることがあります。都会に来とうとよ、愛しとうと、福岡、福岡愛しとうと。はい、ということで今、別府に着きました。宿まで歩かないといけないっていうので宿まで歩きたいと思います。初別府ですよ。温泉街、温泉街でもない寒いな、こっちもこっちで全然寒いよ。本当はね、ああいう感じの温泉に泊まりたいんですけど、今日はあそこです。カプセルホテルグロリア。Thank you.